またがやってきたぞ。吸い込んで上がった方そのまま、ちょっとよくなってる、わかる、なんでかって言われたらちょっとわからないけど、なんかそうするとよくなるんですよ。これ息の支えっていうやつね。でピアノを吹くときに唇から出ていく息の量少ないんですけど、やり方2つあってちょっとしか吐かない、それが最初の状態。もう1個がめっちゃ吸っとくの、で吸うって吐くの反対じゃないですか、吸ったままにしとくとあんまり空気出てかないですよ。ただ出さないっていうのと、あんまり出ないようにするっていうのの違い。出ないようにしとけば今みたいな感じになって、ただ出さないようにすると1個目みたいな感じになりがち。出ないようにするっていうのイコール、つまり